6000万個もの売れ残りタワマンに習近平主席もお手上げ、EV 頼みでも経済を立て直せない中国政府の大迷走。住宅価格の下落に歯止めがかからない中国の不動産バブル崩壊が始まってから、早くも数年の時が過ぎた。中国政府が対策しているにもかかわらず、住宅価格の下落に歯止めがかからない。むしろ、中国主要都市の住宅価格の下落ペースは加速する傾向さえ見える。地方都市の中には、住宅の在庫圧縮に10年程度を要すると試算されるケースもある。中国政府は、地方政府に対して住宅市場の下支えのため買取策などを指示したが、今のところ目立った効果は出ていない。地方政府は財政の悪化により、不動産市場への介入を緩めざるを得ないところも出ている。地方政府が新築住宅の価格指導を停止し、住宅価格が急激に下落するケースもある。ここから先、どこまで価格が下がるか予想は難しい。中国の家計部門が抱える不動産ローンを見ても、不動産バブル崩壊の影響が経済全体に重大な影響を与えていることがわかる。当面、個人消費が盛り上がることは考えにくい。不動産市況の回復なくして、中国経済の本格的な回復は望めないだろう。中国のシリコンバレーとも呼ばれる地域で新築住宅価格が下落。中国国家統計局が発表した8月の新築住宅価格によると、主要70都市のうち67都市で前月比で価格が下がった。これは前月の66都市から1都市増加した結果である。前月比で価格が上昇したのは上海と南京のみであり、価格が横ばいだったのは陝西省西安だけであった。政治の中心である北京や IT 産業が集積する中国のシリコンバレーと呼ばれる付加においても新築住宅価格が下落している。海外の金融データ企業の分析では70都市の新築住宅価格は前年同月比で平均 5.3% 下落しており、これは約9年ぶりの大幅な下落率だとされている。住宅市場の需給バランスを反映する中古住宅価格も下落傾向が鮮明となっている。8月には70都市中69都市で中古住宅価格が前月比で下落し、これは前月の67都市から増加している。全体として70都市の中古住宅価格は前年同月比で 8.2% 下落した。売るから下がる、下がるから売るという悪循環。長期的なトレンドとして2020年8月に3つのレッドラインが導入されるまで、中国の住宅価格は変動を伴いつつも安定した上昇を見せていた。2015年中頃には、中国本土の株式市場が急落した際に、株式からマンションへと投資資金を移す人々が増加した。特に、成長が期待される IT 企業が集まる不可市では、数ヶ月で平均価格が 60% 近くも上昇するケースが見られた。このように中国の不動産バブルは膨らんでいった。その後、中国政府は緩和的な金融政策を維持しつつ、住宅購入者の借り入れ規制を調整し、住宅市場の成長を図った。結果として、投機熱が高まり、マンションの建設も増加した。しかし、3つのレッドラインによる不動産業者の財務規制は、借り入れに深刻な影響を与えた。大手デベロッパーであるカントリーガーデンをはじめとする不動産業者の経営状況は急速に悪化した。2021年の秋頃から住宅価格は下落に転じ、マンション建設の減少や資金繰りのための値下げが相次いだ。このように売るから下がる、下がるから売るという弱気の連鎖が生まれ、不動産バブルは崩壊してしまった。マンションの売れ残り在庫は6000万個にもそれ以降、マンションなどの需給バランスは悪化傾向だ。過去、中国では住宅在庫の面積を制約面積で割った消化期数は、12から14ヶ月が適正な水準と言われてきた。安井研究員によると、2023年末時点で主要100都市の消化期数は22ヶ月程度、2024年4月時点では26.5ヶ月まで伸びたようだ。供給が需要を上回る状況に拍車がかかった。中国全体で、マンションなど集合住宅の売れ残り在庫は6000万戸あり、未完成の物件は4800万戸との試算もある。
相場の格言に落ちてくるナイフを掴んではならないとある。住宅の買い手や投資家は、今後もマンション価格は下落すると警戒を強めている。足元、完成前にマンションを販売し住宅ローンの返済を始める、いわゆる予約販売の比率が18年ぶりの低水準に落ち込んだ。人々の警戒心が高まっていることを物語っている。鉄鋼、EV、太陽光パネルなどに注力するが、今年5月、需給バランスの改善を目指し、中国政府は200以上の都市に住宅在庫の買い取りを指示した。開始から3ヶ月程度で、その指示に従ったのは29の都市にとどまったようだ。地方財政の悪化による買い取り資金の不足に加えて、今後の住宅価格下落リスクから地方政府でさえ手を出せないのが実情だろう。中国人民銀行が設定した資金枠3000億元、約6兆円も少なかった。今のところ、中国政府の経済運営は手詰まり状態と言ってよい。中国政府は、基本的には投資を軸にした経済運営に固執しているようだ。重視する目標は、鉄鋼やアルミなどの基礎資材、EV、太陽光パネル、デジタル家電などの供給増加にあるようだ。EV などに関しては、民間主要企業と国有、国営企業に土地や産業補助金を支給して価格競争力を高め、世界シェアを高めたいのだろう。ただ、その発想だとデフレ圧力の上昇は避けられない。不動産市況対策が思ったような効果を上げていないこともあり、政府内部でも2024年の経済成長率目標 5% 前後の達成は難しいとの危惧も出ているようだ。不動産業者の破綻処理が重視されていない？不動産市況の悪化により、今後地方政府の財政がさらに厳しくなる懸念がある。住宅需要の減少に伴い、地方政府の土地使用権譲渡による収入は減少している。2024年前半には前年同期比で 18.3% の減少が見られ、2021年と比較すると譲渡益は約4割も減少したと考えられている。このため、インフラ投資や公務員の給与支払いといった歳出を削減せざるを得ない地方政府が増えるだろう。今年8月、国際通貨基金 IMF は、中国が住宅在庫を圧縮するためには、少なくとも140兆円程度が必要だと指摘した。不動産バブルの崩壊に伴う不良債権処理のコストを考慮すると、政府の対策費はこれを上回る可能性が高い。しかし、中国政府は IMF に対し、現行の政策で十分だと反論している。中国は、中央政府の財政支出の拡大による地方政府の救済や不動産デベロッパーの破綻処理、規制緩和による成長産業の育成の必要性が低いと判断しているのかもしれない。交通違反の罰金収入に走る地方政府も財政の悪化を食い止めるため、交通違反など罰金収入の増加に取り組む地方政府が増加傾向だ。内陸部など経済規模が小さい都市ほど罰金依存は高い傾向にあると考えられる。公安と連携し、脱税などの摘発に取り組むケースもある。電気、ガスなど公共料金を引き上げる都市もある。IMF の予測によると、地方融資平台の債務残高は2024年の約66兆元、1320兆円から、2029年に約92兆元、1840兆円に増加する。今後、財源確保のため罰金の徴収など、苦肉の策に頼らざるを得ない地方政府は増えるだろう。地方政府の財政悪化により、産業補助金増策などの持続性は低下するだろう。公共料金の引き上げなどは、個人消費にマイナスだ。低価格競争の激化などでコストカットに追い込まれる企業も増え、雇用と所得環境も悪化する可能性は高い。それにより、中国の株式や不動産などの価格は下落し、デフレ圧力は高まるだろう。足元、中国の新規融資が伸び悩んでいることを見ても、先行きの経済環境悪化に身構える中国の企業や金融機関は増加傾向にある。中国経済の本格的な持ち直しは容易ではないだろう。車業界で広がる中国の脅威、日本を抜いて輸出台数が世界首位背景に EV の低価格構成。脱炭素化に向け、
電気自動車、EV や電池の重要性が増し、各企業がそれらの開発にしのぎを削っています。経済摩擦が大きくなるにつれ、政治的な駆け引きの要素も増してきています。電気自動車 EV は走行時に二酸化炭素を排出しないため、脱炭素に資するとして、ガソリンなどを燃料に走るエンジン車からシフトが進み、自動車業界に地殻変動をもたらした。EV 市場で台頭する中国勢は日米欧の自動車メーカーを脅かす存在となっており、欧米と中国の間で激しい貿易摩擦に発展している。そもそも中国では2000年代から EV の購入補助金などの政策により、国を挙げて EV の開発・普及を推し進めてきた。ガソリン車ではかなわなかった欧米や日本に対し、EV では主導権を握ることを目指してきたのだ。BYD が定時中価格帯に強い EV メーカーとして躍進を遂げているように、中国メーカーの強みはその価格だ。A 調査会社ジャトダイナミクスによると、2023年の中国での EV の平均販売価格は約3万1000ユーロ、約502万円と、米国や欧州の半額以下。安さを武器に世界の EV 市場で存在感を高め、中国は世界最大の EV 生産国であり輸出国となった。さらに EV 輸出の急増で、昨年は自動車全体の輸出台数で初めて日本を抜いて世界一となった。一方、欧米は中国の強みである安さに批判の矛先を向ける。中国製 EV の価格競争力は、中国政府の巨額な補助金によって不当に価格が抑えられた結果であるとの見方からだ。そして、中国がこの不当に安い EV を過剰生産し、世界市場に大量に流入させることで公正な競争を歪めているとして、相次いで対抗措置に打って出ている。米国は今年5月、中国からの輸入 EV にかけている制裁関税を 25% から4倍の 100% に引き上げると発表。EV 用バッテリーも3倍超の 25% にする。6月にはカナダも中国製 EV に対する新たな関税の検討を表明した。中国製 EV の最大の輸出先である欧州では7月、欧州連合 EU の行政を担う欧州委員会が中国からの輸入 EV に最大 37.6% の追加関税を課す暫定措置に踏み切った。欧州委のフォンデアライエン委員長は我々の産業を守らなければならないと訴える。中国政府は自国の EV の価格競争力は補助金によるものではなく新たな技術革新や市場競争によるものだと反論。逆に欧米の対抗措置について典型的な保護主義のやり方だと強く批判している。中国は今国を挙げて注力してきた EV とリチウムイオン電池、太陽光発電関連製品を新産業、新産種と称し、新たな輸出の柱と位置づけている。それだけに中国にとっても譲れない分野なのだ。EV や電池といった分野が産業としての重要性を増す中、この分野をめぐる各国の論争は政治的な駆け引きの要素を強めながら、複雑さを増してきている。